聞いてください。今からご注文の方はぜひリホンさんもスタッフさんに声をかけていただければもらえますので、ぜひ声かけてみてください。さあ手を伸ばして未来を掴もうよ。目には見えなくて不安もあるけど、手探りでいい、傷ついていい、だけど決して諦めないで。